僕が恋をしたのは携帯を持たない人だった。奇跡のようなこんちゃん。こんにちは。会えたりできますか？また何もなければ来週も同じくらいの時間にあのお店にいます。もしもし、聞こえますか？面白いかな、時代に逆らったアナログな付き合い方。今夜も本当に楽しかった。幸せになりな。結婚したいと思ってる。来週みゆきさんにちゃんとお話ししたいことがあります。私もお話ししたいことがあります。なのに彼女は突然姿を消した。ただその手を握っていたい。そして君と生きていきたい。嘘だろ。あんなに水嶋さんの顔見てたらいても立ってもいられませんでした。お前さ、彼女の何を知ってる？約束してほしいの、忘れるって。時を経て明かされる真実とは。どんなみゆきさんでもみゆきさんに会いたいんです。君だけ。アナログ。